可愛いルックスと大人顔負けの演技力で劇の没入度をさらに高めてくれる韓国の子役俳優たち。今日の動画では韓国ドラマで一度は目にしたことがある、これからの活躍が期待される韓国の子役俳優たちを紹介してみたいと思います。2016年の映画歩く女王でデビュー。幼少の頃から数多くのドラマや映画で経験を積んできました。怪しいパートナーやブラック、恋する死神、イテウォンクラス、ボイスなどの作品でヒロインの幼少時代を演じ、子供らしい可愛らしさと大人顔負けの演技で視聴者を魅了してきたチェ・ミョンビン。2019年には実話をベースにした映画幼い依頼人で警部から虐待を受けているダビンを熱演し、ベスト子役俳優賞を受賞。豊かな感情表現で物語を担ったレンボ、そして紳士とお嬢さんでも2021KBS 演技大賞で青少年演技賞を受賞するなど、子役ながら実力派として華々しい経歴を誇っています。近年も2521、ミッシング2、彼らがいた、シャリーに出演するなど大活躍を見せているチェ・ミョンビン。2025年にはボイスシーズン5に出演することが決まっています。2009年生まれのムーウジンは2014年からキッズモデルとして活動、数多くの CM やアーティストのミュージックビデオにも出演し、子役タレントとして活躍しました。2016年に MBC ドラマ幸せをくれる人を通じて子役俳優としてデビュー。以降はハンサムなルックスと優れた演技力からドラマ以心伝心、脈あり恋あり、ここに来て抱きしめて、キム秘書は一体なぜ、私の ID はカンナム美人、サイコだけど大丈夫などの作品で今をときめく俳優たちの子供時代を演じ、トップスター専門子役俳優として活躍。出演作は30作品以上と立派なキャリアを形成しています。中でも僕が見つけたシンデレラではハンセゲが男の子に変わった姿を演じて幅広い演技スペクトラムを披露しました。実は俳優ナムダルムとは3作品で同じ俳優の幼少時代、少年時代をそれぞれ演じており、兄弟のように似た2人のビジュアルも話題になりました。2020年は KBS 演技大賞で青少年演技賞を受賞したドラマ一度行ってきました。スクリーンデビューを飾った映画新幹線半島ファイナルステージで強烈な印象を残し、次世代の子役俳優としての立地を固めたムーウジンは、以降も悪魔判事、無人島のディーバ、ヒーローではないけれどなどの人気作品に立て続けに出演するなど、今後の活躍が最も期待される子役俳優の一人として注目されています。2014年ドラマ傲慢と偏見で演技者デビュー後、映画チーズインザトラップやキム課長と総理事、ミスターサンシャイン、ロマンスは別冊付録、スタートアップ、夢の扉、マウスなどドラマや映画で主人公の子役や助演で出演し、天才子役として活躍してきました。中でも子役俳優として名を知らせた2019年に放映の大ヒットドラマ椿の花咲く頃では、母トンビクを守ろうと努力する8歳の息子カンピルグを演じ、多くの愛を受けたキム・ガンフンはこの年 KBS 演技大賞で男子青少年演技賞を受賞しています。母親の勧めで3歳の時に芸能の世界に入り、最初の頃はお菓子やおもちゃなどに釣られながら人生の7割を演技者として過ごしてきたキム・ガンフンは、9歳の頃に友達と遊べず台本だけを覚える日々が嫌になり、スランプを経験したといいます。ですがこれを克服するために解決策として週3回は遊ぶこととし、現在は学校の勉強はもちろん演技をすることが楽しく、今では自分の意思で俳優活動を続けているそうです。そんなキム・ガンフンはネットフリックスで配信中の週末のフール、そしてパチンコシーズン2の公開が控えているなど、今最も忙しい子役俳優の一人として活躍しています。2014年にデビュー以降出演した作品は20作品以上という驚きの経歴を誇る子役俳優シン・リナ。ドラマ結婚契約ではユイの娘役、青い海の伝説ではチョン・ジヒョンに演じたシムチョンの友達役、被告人ではチソンの娘役、アイテムではチュージフンの名役など、
毎作品ごとに視聴者を引きつける豊富な感情表現と優れた演技力を披露し、次世代の注目子役俳優と言われました。2019年放送のドラマアイテムへの出演以降は、ラケット少年団ではイージェインの子供時代、グリッチ青い閃光の記憶ではチョンヨビンの子供時代役でわずかですが出演しています。一方で自身のインスタグラムを通して近況を公開しており、驚くような成長を遂げているシンリナの可愛い姿が見れるので、こちらもぜひチェックしてみてください。人気イケメン俳優の少年時代を次々と演じている新生ムンソンヒョンは、2021年放送のドラマこんにちは私だよでデビューしました。これまでヴィンチェンツォではオクテギョン、海町チャチャチャではキムソンホ、流れ星ではキムヨンデ、恋人あの日聞いた花の咲く音ではナムグンミン、美女と純情男ではチーヒョヌの少年時代を熱演し、様々な作品において視聴者に強い印象を残してきました。そして大ヒットドラマ涙の女王ではキムスヒョンの少年時代を演じて話題に。これまで韓流スターたちの少年時代を主に演じてきたムンソンヒョンですが、理事長は不良高校生ではナーイス役で主演しており、韓国の長寿音楽番組 SBS 人気歌謡では MC に抜擢され活躍しています。2018年のドラママイヒーリングラブ明日輝く私へでデビューしたチャン・ソンユルは、 CM にも多数出演する売れっ子キッズモデルとして活躍しました。ミッシング彼らがいたのソー・ハヌル役や、ハイクラス偽りの楽園ではジョー・ヨジョンの子供イちゃん役、一方でジンクスの恋人ではナーイヌ、カンコンではファン・ミンヒョン、財閥刑事ではアン・ボヒョンの幼少期を演じるなど、デビュー6年にして15本のドラマに出演、大人に引けを取れない迫真の演技で多くの視聴者を魅了しています。大ヒットドラマ賢い医師生活のマスコットキム・ジュンは、ドラマの中でチョン・ジョンソク演じたイー・イチュンの息子ウジュ役を演じ、多くの視聴者に愛されました。特にサンドイッチやハンバーガーなどを美味しそうに頬張る木パン姿は無邪気で可愛らしく、おませで口出し者な演技は大人たちの心を捉えメロメロに。賢い医師生活シーズン1の撮影当時、まだ5歳だったキム・ジュンはハングルが読めず台本を暗記して臨んだそうです。それからシーズン2まで2年の時が流れ、小学生に。俳優にもなりたいし、ラッパー、アイドルにもなりたいと、将来の夢も様々なキム・ジュンは、2019年にドラマ、君を守りたい2でデビュー。賢い医師生活出演以降は、大手企業の CM や、広告モデルとしても大活躍、子役俳優としても、ペーパーハウスコリア、同一通貨を奪え、ムービングなどのドラマに出演し、活躍しています。可愛らしい顔立ちに突出した演技力で、スター性のある子役として、今、最も注目を集めている子役俳優、パクソイ。2018年に OCN ドラマ、ミストレスでデビュー後、彼女の私生活では、パクミニョンの子供時代、ドドソソララソでは、ゴーアラの子供時代を演じるなど、デビューからわずか3年ながら、20作品のドラマや映画に出演し、しっかりとしたフィルモグラフィーを築いています。特に2020年は、4つの映画に出演。中でも圧倒的な演技力で観客を引きつけた映画、ただ悪から救ってくださいでは、ファン・ジョンミン扮した暗殺者が探す子供ユミン役、続けて300対1の熾烈な競争率を勝ち抜いて出演した映画タンポでは、スーン役を純粋で愛らしい魅力で熱演し、天才子役の誕生を知らせました。また YG エンターテインメントと専属契約を締結して本格的に俳優の道を歩み始めたパクソイは、シスターズ、生まれ変わってもよろしくといった作品で、主人公の子役時代を演じる一方、アッキーやヒーローではないけれどでは、主要キャストとして出演して、天才子役の素質を見事に発揮、子役を超える存在感を放ちました。2017年、デビュー作である OCN ドラマ、ブラック恋する死神を皮切りに、ファユギ、王になった男、熱血司祭、憲法男女、シーズン2、サバイバー、60日間の大統領など、若干10歳ながら、様々な作品で、
子供役から助演と大人の演技者と同等なキャリアを積んできた奥家凛。双子の姉役を演じた私の恋したテレウスでは、可愛くもしっかりした演技力が評価され、2018 MBC 演技大賞で青少年子役賞を受賞しています。その後も、99億の女で、大奈良とイージフンカップルの娘役、誰も知らないでは、ユンジュウォン役。日本でも、一大ブームを巻き起こしたドラマ、イテウォンクラスでは、こんがらの子供時代。ドラマ、君は私の春ではソウヒョンジン。25-21ではキムテリ。三兄弟か勇敢にではイーハナの子供時代を演じ、深い印象を残しました。2018年、OCN ドラマミストレスで、ハンガインの娘役でデビューしたチュイエリム。ドラマ、赤い月、青い太陽で、キムソナの娘役。2019年公開の映画、我が家で友人役で出演し、子役ながら、そのしっかりとした演技力で一躍注目を集めました。また、2019年の大ヒットドラマ、世界で一番可愛い私の娘では、長女、ミソンの一人娘、ジョン・ダビン役で主要キャストに抜擢。ベテラン俳優たちの中で、オアシスのような存在でありながら、安定した演技力を披露し、KBS 演技大賞で青少年演技賞を受賞しています。以降も、ドラマザ・ゲーム・ゼロ地に向かってでは、イーヨニの子供時代、あいつがそいつだではファン・ジョンウム、マウスではパク・ジュヒョン、アンナ・ラスマなら魔法の旋律ではチェ・ソンウンの子供時代を演じる一方で、クミホデン1938や、ピョン・ヨハンの姪っ子役で出演したサムシクおじさんなど、相次ぐ人気作品への出演で、その活躍に注目が集まっています。TVN ドラマ、ハイバイママで、実際は男の子ですが、キムテヒとイーギュヒョンの娘役として出演し、大きな瞳に可愛らしい笑顔がキムテヒに似ていて、本当の親子のようだと一躍注目を集めたソウウジン。ドラマ、ゴーバック夫婦を皮切りに、眩しくてでは、ハンジミンとナムジュヒョクの子供役。復讐の花束をあなたに、マウス、君は私の春、悪魔ハンジと、数多くの話題作に出演して、フィルモグラフィーを積み重ねています。また、子供服のモデルとしても大活躍しているソウウジンは、CM 広告にも引っ張りだこで、広告モデルとしても高い評価を受けているそうです。大ヒットドラマ、紳士とお嬢さんに、ジーヒョヌの息子、イーサジョン役で登場して、視聴者に愛されたソウウジンは、2022年は、シュルプなど4作品、2024年は、ドクタースランプなど5作品のドラマに出演、未来が期待される子役俳優の一人として注目されています。2016年から、キッズモデル兼、子役として活躍してきたチョン・ヒョンジュン。子役俳優として、世間にその名を知らしめたのは、映画、パラサイト、半地下の家族で、イーソンリュに演じた、パク社長の息子、ダソン役でした。公開当時、小学校2年生だったチョン・ヒョンジュンは、その年、全国の児童、青少年が選んだ人気子役俳優1位をはじめ、3つの賞を受賞、子役俳優としての栄誉を獲得しています。映画出演以降は、数々の作品で、人気韓流スターの子供時代を演じてきたチョン・ヒョンジュン。ドラマ、緑豆の花ではユン・シユン、ボイスではソン・スンホン、ザ・キング、永遠の君主ではイー・ミンホ、真剣勝負ではトー・ギョンス、生まれ変わってもよろしく、財閥刑事ではアン・ボヒョン、セジャが消えたではソホの幼少時代を、そしてマインでは、イー・ボヨンの息子ハジュン役で熱演を繰り広げました。子役ながら圧倒的なビジュアルと確かな演技力で、見る者を魅了しています。本名であるイレは、キッズモデルとして活躍し、2012年、グッバイマヌル、僕と妻のラブバトルでドラマデビュー後、チェイサー、オージャルンが行くを通して、子役として本格的に活動を開始しました。そんなイレの名を知らしめたのは、2013年公開の映画、ソウォン、願いでした。性犯罪の被害に遭った幼い少女という難役を見事に務め上げ、天才子役と呼ばれるまでに、第4回北京国際映画祭では、最優秀助演女優賞を受賞しています。この映画に出演後は、映画、犬泥棒、岩山計画、戦場のメロディ、ドラマ、パパはスーパースター、帰ってきてダーリン、アルハンブラ宮殿の思い出、
スタートアップ、夢の扉などの人気作品に出演し、引っ張りだこの超売れっ子子役として活躍。中でも、大きな存在感を放った2020年公開の映画、新幹線半島ファイナルステージで、恐るべき運転技術を持った少女、ジュニ役を演じて子役の人気を不動のものに。またこの映画で、2020年、プイル映画賞授賞式で、女優助演賞を受賞しています。その後も初主演ドラマ、こんにちは私だよ、ホームタウン、無人島のディーバ、そして話題のドラマ、地獄が呼んでいるでは、心の中に深い傷を抱えるチン・ヒジョン役で、圧巻の演技を見せているわ。今後、さらなる活躍が楽しみな、次世代俳優の一人として注目されています。